最後皆さん一言ずつ感想なり、まとめなりお願いいたします。では、ジュリーさんお願いします。はい、すいません遅れてきてしまいまして、なんかまた短い時間ですけどちょっと面白いことっていうか、まあ当たり前のことありがとうなんて当たり前のことだとは思ったんですけど、やっぱここ掘り下げていくとやっぱりいろいろなことからつながっていくんだなというのを感じましたし、やっぱりこれから指導者でも選手でも、やまあ、まだ私もまだ選手でもあり、今指導者というかそういう立場でもあるので、ちょっとしたことでもそういう心をとにかく言いながら持ちながらやっていきたいなって思いました。本当今日はありがとうございました。ありがとうございました。荒木さんお願いします。はい、感謝っていうのはやっぱり基本的、人間の基本的ななんていうかの、ものであって、だからそれが持てれないとなかなか逆境にも対応できないし、また自分で問題解決もできないし、積極的なこうなんていうんですかね、考え行動にも移れないっていうことがあるんで、そういうことがすごく、感謝するってことがすごく自分の、先ほどから寺西さんが言われた人間力というものをこう形成していく中で基本的なものなんだっていうことは皆さん分かってもらいたいなと思うし、特に選手は自分のメンタルヘルスをこう保っていくためにはそういう気持ちを持っていかないとなかなか保っていけないんですよということは考えてもらいたいなと思うし、反対にメンタルトレーニングの中で感謝介入っていうそういうプログラム、感謝介入っていうそういうプログラムもあるので、でなかなかうまくそういうことができないなっていう人はそういう感謝介入をこう受けて見られるのもいいのかなっていう気はします。だからちょっとそういうことも含めて自分がこう競技力を高めていくときに練習じゃなくてそういう気持ちを持っていくっていうことがすごくポジティブな感情になっていくんで、大事なことだっていうことを自覚してもらったらいいかなと思います。ありがとうございました。今日はいろいろと、いや、すみません。感謝介入についてちょっと詳しく、少し教えていただいてもいいですか。メンタルトレーニングの中で感謝っていうのがなぜ必要なのかとかっていうようなプログラムがあるみたいなんですね。僕もまだその具体的なものは調べてはいないんですけど、まだ日本ではまだそういうことは心療内科なんかではやってるようなんですけど、スポーツのところではまだやってるという実例は聞いたことはないんで、これからひょっとしたらメンタルヘルスなんかのこともあればあるんで出てくる可能性はあると思いますね。ちょっとそれあたりちょっと勉強させてください。僕もそういうことがあるよという記事は読んだことがあります。なるほど。あと分かりましたら、ね、教えてください。お願いします。はい、どうも今日は本当いろいろと現場の話も聞かせてありがとうございました。ありがとうございました。花岡さん最後喋れます。感謝の今日は聞くだけでした。学びがありました。ありがとう、ありがたい日々を自分が言ってることも変わらないことを感じました。はい、今日は聞くだけでしたが学びがしっかりと深まりました。ありがたい日々を自分が生きることで言葉も変わるのかなと感じました。いつもありがとうございます。花岡さん本当に。タランキさんお願いいたします。もう喋ったつもりで言いましたけどいやありがとうっていう言葉、だけですけど、選手がそれで育ったり育たなかったり、やっぱり、それも含めて人間力なのかなって、結局僕はよく分かんなくて生きたまま今まで来たんで、でちょっともう荒木先生の顔見てビビっちゃって、喋りたいことも喋れなかったんですけど、どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。本当感謝してます。喋りたいこと最後にどうぞ。いいんです。いやもうお腹いっぱい出た。はい、またこの勉強会誘ってください。都合つくときは来たいと思いますんで、はい。
ぜひお願いします。あ、でカットでお願いしますね、危ないところは。本当カットしてね、今後のことに本当に大変だからあの メディアのところからメディアもまた暴言吐いちゃうかな、私もうすぐ暴言吐くからもう それちゃうからね、本当に。今もハラスメント委員会が強くて怖いんですよ、もう。そうなんですよ。このポジションにいるのも、なんか訴えられたらもうすぐアウトなので、もう本当気をつけてるんですけど、すいません。はい、本当にちょっとした言葉でも、ね、パワハラだったりって言われちゃうので。うん、切り捨てるとかって言ったらもうすぐ叩かれちゃうのでねえ、なんかもうチームに打たなきゃ殺すぞとか言ったことあるから、もうそれ完全にもう、うちのチームそれ言わないと頑張れないからって言って言ってたらさすがにやばいかなと思いつつ言ってますけど聞いたらもうアウトなんで、はい、身内ではいいんですけどね、第三者が聞いてであれ変だって言われちゃうともうアウトなんで。そうなんです。だんだん現場で喋る数が言葉がなくなってきました。はい、それも良し悪しなんですけどね、そのもうね、ぶっちゃいけないとかはもちろんあるんですけど、ね、言葉を教えるのがなかなか難しくなってきたっていう。そうですね。まあ叩くだけですよ、こうやって。なかなか厳しくなってきたなと思いますけど。でも愛情って言ってるんですけどね、なかなかそこが伝わらないのが現状なので。もう一度補足ですと、テナギさんの叩くは、あの、ブラインドショットの、はい、ポンと、タイミングの叩くです、ね。はい、棒持ってくればよかったですね。失敗しましたね。はい、ですね。今後ともお願いします。ありがとうございます。ね、じいさんがね、カット案件をいっぱい喋ってくださるってことは、信頼していただけてるということで。カット案件。いや、もう本当に。いや、皆さん、今日もありがとうございました。本当に。ありがとうございました。ありがとうございました。あのいろいろこの感謝について考える時間を自分がこうやって持てたのも大事だし、ありがたいし、やっぱりそういったことを考えている時間も選手になんか、まあ、1年に1回なり、オリンピアードだったりとか2年に1回だったりとか、まあ、ある程度の頻度で考えてもらう時間を考えるというのもいいのかなとも思ってもしましたし、やっぱりあの、うん、深い深いと思っているようで、それが簡単に自分がで難しくしちゃってて、いや実はシンプルだよねってこともあるし、まあ、シンプルだからこそ難しいってこともあるんだなっていう、本当にそこのいろんな循環というか輪廻的なものを今日も感じさせられました。はい、ありがとうございます。で、本当に毎回僕編集しながら、あ、ここで花岡さんがいい振りしてくれてたのになとか、まとめてくださったな、荒木さんがすごいこと言ってくれて、こうやって全然気づけてなかったなとか、本当にもうあの感謝と反省の日々なんですけども、あの、はい、あの、その辺でまだ感受性が足りないんで、僕はもうセンスになくているようなところで、なので皆様、今後ともご指導、ご鞭撻よろしくします。ご清聴よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ございました。